岡本雄二の鬼決め全問答。岡本先生こんにちは。こんにちは。片襟片袖ガードついに今回最終回ですね。はい。随分あらゆる派生技というか、はい、実際使ってる人しかわからないテクニックの数々がありましたが、はい、今回最終回って何でしょうか。最後は片襟片袖ガードからのバックテイクを説明します。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、お願いします。片襟片袖ガードに入って、はい、ガードに入りますね。草刈りスイープとか共にスイープとか、はい、帯返しとかシザースイープとか三角決めとかいっぱいありました。はい、これで、例えば、横帯返しに行くとしましょう。はい、相手が立ってるとしたら相手の方に体を向けて右足で相手の内もも、はい、膝に近い内ももを蹴りながら右手を引くと体勢を崩す、はい、でそこで相手は、まあ、多分ちょっと起きてくると思うので、はい、左手で帯を持てますね、はい、でここで右手を離して床につくのが大事ですね、はい、で体は離さない、はい、胸はくっつけるようにして、はい、右手とこの右足、はい、右足を床につけて残っている左足を相手の背中にまたいで、はい、タスキをつけバックで、まあ、ボーアンダーローとかにつなげていただければいいと思います、はい、もう一回見せてもらっていいですか、はい、片襟片袖で入って相手が膝をついているのであれば体勢になるわけですね。蹴り抜くやつじゃないですか、はい、さっきこうやって蹴り抜いてもらいました。あ、はい、蹴り抜くやつは相手が立っている場合ですね、はい、このガードに当ててお尻を左側に逃がします、はい、要するに今から蹴る方に体を向けるわけですね、はい、向けて足の裏というか、はい、この土踏まだったりですかね、はい、で相手の膝の内側よりもちょっと上、はい、要するに何だろうな、腕十字でいうと肘の頂点のところではなくてちょっと上を取るじゃないですか。多分膝十字も関節技で取るときちょっと上を取ると思うんですけど、うんうん、この辺りを蹴ります。蹴りながら右手を引きますね。はい、で帯持って、でこのままいけそうであれば、はい、右手ついて左手またいで、はい、左足でまたいでバックでいく。なるほど。でもし相手が、それを警戒してまたこうと思ったら警戒してちょっと起き上がってくる場合があるんですね。そうです、うんうんうん、だいたいこう一回最初から上手い人はもしこれで崩されたとしても、はい、すぐ起き上がってくると思うんですよ。なるほど、はいはい、なので蹴った瞬間に帯は持つけれどもで起き上がってきた、ただバックテイクの振りをして、はい、相手の中に潜る、はい、この潜り方っていうのが相手がもし上半身を起こしてきたら、はい、中に顔を入れていくわけですね、はい、最初にやった返しは顔がここにありました。私の顔が、はい、こっち側に来るようにするんですね。左手を伸ばせば顔が入りますから、はい、でそのまま寝るようにして、前回と横返しですか。そうですね、横帯返しと同じ動き、要するにバックテイクと横帯返しを連続で連続技で使うセットになってるんですね。セットですね。バック取れれば取った方がいいですね。そうですね、はい、取れればバックいくし、相手が反応が良くて腰を上げてきたら、もし、反応が良かったらこの左足はまたが上がらないで、はい、腰は上げるけれども左足はフックしてですね、はい、フックしておいて、でそのまま倒れて、はい、顔が入れば入れてもいいです、はい、入んなかったらこのまま、あ、例の伸ばすやつ、そうですね、伸ばすやつを応用して、はい、はい、顔をちょっと入れるやつもう一回見せてもらっていいですか。はい、顔を入れる方がいいんですよね。はい、フック作っておいて、あ、なるほど、向こう側に顔、そうですね、胸と胸がくっついて、はい、でこれ相手の足が伸びてるのもこのまま抱えてもいいですね。はい、
なるほど。これがすごいおすすめ。バックテイクいけたら一番いいんだけど、相手が反応がいい、はい、うまければうまいほど反応がいいですからね。そうですね。その時には今のコンビネーションで覚えておくと、かなり使えると。そうですね。実際使ってますかこれ。使ってます。おお。スパーで。スパーで。試合ではあまりやってないです。これ大体バック取れないんですよ。はい。相手反応いいので起きてる、はい、頑張って。はい。その時に右手を戻されたら、されたくないので、私この辺り掴んでますね。はい。で掴んでないと右手引いたりとか、あもしくは私の顔の前を通ってこういう風にされたりしちゃうので、はい、まあ、そしたらまた別の技はありますけれども、はい、それをされないために右手道着でもいいし手首でもいいんですけど持っとくと。なるほど。で、引きつけすぎてると、はい、顔が入りづらいので思いっきり手は伸ばして大回りで相手の顔の近くではなくちょっと離してるところを潜っていくと潜りやすいですね。で潜ったら左手は引きつける、はい、寝て、はい、おゆっくりでも入ります。なるほど。いやなかなか高度な最終回を迎えましたが、はい、他にも紹介してない技いっぱいあるんですよね。あります。片寄り片手ガード、はい、これはまあ一例というかよく初心者向けの割とベーシックなやつどうですかね。そうですね、ちょっと多めにやりすぎましたけど本当はもっといっぱいあるんですね。あります。細かく言うとあと2倍ぐらいはありますかね。おおすごい。はい、はい、というわけで、全多分10回ぐらい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。はい。